ということでね。すごい。え、聞いた？歌詞みんな。歌詞聞いてくれた？聞こえた？一緒に歌えた？しっかり歌えた？なんかあった？なんかありましたね。まあそれはね、自分でもいろんなことがね、やっぱり来てるあるわけですよね。どうしちゃって。そんなことよりもや、そんなこととか言ったもん、しょうがないだって。もう終わりですか？いやいや、もっと行こう。もっと、もう聞かすのはいいんだけど。やめとこう。やめとこう、やめとこう。また、ちょっとまあ詳細はね、追って、お知らせします。いや、そんなことよりもよ、そんなことよりも。今一番大事なのはそこじゃないねんて、ほんまに。新入生おるだよ。そう、1回戦、今回、夏来、初めて、スーでライブに出ます。ギター、大学から始めました。一回戦、翼ちゃんです。よろしくお願いします。どう、翼ちゃんのことちょっと紹介してもいいかな。俺らもちょっと初めてな、スタジオ入って様子見ながらやってきたけど、ちょっとここでみんなに翼ちゃんの紹介があったら、ちょっと俺らから質問していこうかな。みんな知りたいんじゃん、翼ちゃんのこと。せっかくやし、これを機に知りたい。おお、すごい。知りたいな。周年からじゃあちょっとどんか質問ない。翼に聞いたことない。好きな食べ物は何ですか？唐揚げです。唐揚げ、わかる。やばい、あの唐揚げといえばあのジャイさんがいるから負けません。負けません。宣戦布告。一回戦からの唐揚げな。どこが好き？唐揚げの何が好き？何、胸肉？もも肉の唐揚げです。もも肉の唐揚げ。ジャイは？俺ももも肉。あ、キーが多いらしい。キーが多い。唐揚げ、好きな食べ物の唐揚げです。よろしくお願いします。うまいのは？じゃあ部活、何してましたか？ずっと水泳してました。はい、水泳してました。さっきクロール泳いでましたね。え、クロール専門？専門です。水泳部やった人結構違う、ほら、あ、横山、マジか。え、あの、プレイスタイルは？自由形って私短距離です。短距離。じゃあ水泳トークぜひフロアで後で繰り広げてください。はい、ということでね、最後これからちょっと、まあ、俺あんまりこうなんかこう見た質問するのはあれかなって、こういう場でな、いや変なこと聞かないでください。好きな男性のタイプ教えてもらっていい？すいません、これだけ教えて。え、ガチで？どう？詰まってみる。ボケもツッコミもできる面白い人がいいです。ボケもツッコミもできる面白い人がいい。俺やん。俺か、まあ俺、そうやな、バランス出た俺やん。いや、出ないでよかったわ、ありがとうございます。あ、皆さん、悪いですね、この場を借りて。はい、ということで、翼です、よろしくお願いします。